にちは、わひろです。今日はプレミアリーグ第8節節まとめ動画はい、ってことで、今週から節まとめ動画やっていきたいなというふうに思っております。まず、主にビッグシックスのみを、まとめていきますのでね、本日はね、ブレントフォード対アーセナル、そしてマンチェスターシティ対ウルブスコントロールマンチェスターシティ、そして、トテナムとスパースタジアムじゃなかった、トテナムとスパー対レスターシティのこの3試合をね、主にまとめていきたいなと思います。じゃあ早速やっていきましょう。サティ色の動画はい、じゃあまずね、1試合目ウルブスコントロールマンチェスターシティ0対3でね、マンチェスターシティが、ウルブスを、ぶち殺すというところで早速、見ていくんですけども、1分に、ジャック・グリーリッシュ、ジャッシュのね、ゴール、今シーズン初ゴール生まれました。で、相変わらずの、アーリング・ホーランドが決めてですね。で、69分フィル・フォーデンで、3対0快勝というところで、はい。で、今週、この節まとめ動画、1人選手ピックアップして動画やっていきます。で、今週のピックアップ選手は、アカンジですね。アカンジ、今日が初スタメンだったんじゃないでしょうか。はい。すいません。あ、プレミアリーグでね。プレミアリーグ初スタメンだと思います。はい。で、スタッツ見ていきます。バント。ここに出てますけども。インターセプト1、タックル3、地上戦勝利数、5分の3。で、空中戦勝利数2分の1と。で、ボールロスト3、ファール2ですけども、ちょっとボールロストが多いかなっていう印象があります。で、プルタイム見ましたけども、特に、あまり、ここは悪いっていうプレーは一つもなくてですね、非常に安定したプレーイングをしてたんじゃないかなというふうに思います。はい。これはもう、ジョン・ストーンズ、そして、アーケー、あとラポルトいますけども、ルベン・ディアスはもうちょっともう上位互換としていますけども、普通に今までシティに今はもう在籍しているセンターバックと張り合えるぐらいのビルドアップ性能はあるんじゃないかなというふうに思います。はい。他にですね、そうですね、ハーランド今シーズンこれで12ゴール決めましたけども、非常にもうペースが速いゴールとなっております。8節なので、7節しかしてないんですけども、1試合大体に1.5 ぐらいのペースですかね。2点というペースまではまだいきませんけども、非常にもう早いペースでもう12ゴールというところで、もう暫定トップですね。ランキングのトップとなっております。はい。以上、ウルブスコントラマンチェスターシティでした。続きまして、トテナムコントラレスターシティはい。というところで、この試合、6対2で、レスターシティが、まさかのこれで、6連敗かな。6連敗して、スパーズはもうまた勝ち点を3重ねることになりましたけどもね。8分ハリー・ケインのゴール、そして、エリック・ダイヤー21分、で ロドリコ・ベンタンクールが、47分、そして73分、84分、86分、ソン・フンミンがね、ハットトリック3ゴール決めて今シーズン初ゴールとなりました。はい。で、この試合ピックアップ選手としましては、もちろんソン・フンミンですね。出場時間、31分で、3ゴールと。で、枠内シュート、4、そして、枠内シュート4なので、4回シュート打って3本枠内入って、ハットトリックしております。はい。で、スタッツ見ていきますけども、シュートが、レスターの多いと19本で、スパーズ16本というところで、枠内シュートは、スパーズ11本でレスター7本というところで、言ってしまえばレスターの方が攻めてるっちゃ攻めてるんですよね。ただ、その決定機というんでしょうかね、決定的なところを作ってるんですけども、やっぱロリスのセーブが非常に光っておりました。あとはちょっと、シュートコースがね、ちょっと悪すぎるっていうのはありますけど、枠内シュートって書いてありますけども、枠内は枠内でもこのちゃんとしたコースを狙えてないっていうのが非常に目立ったかなというふうに思います。はい。すいません、短くなりましたけども、以上、ちょっとトッテナムホットスパーコントラレスターシティでした。はい、続きましてね、ブレントフォードコントラアーセナル。はい、ということでこれはね、0対3、アーセナルがね、またまた、勝利を収めて、快勝を収めました。今週のビッグシックスは全員快勝を収めておりますね。はい。
で、17分、ウィリアン・サリバー、そして、ガブレル・ジェズスが28分、そして、今日のこの試合、初スタメン、プレミアリーグ初出場なのかな、すみません、そこ僕分かんないんですけども、ファビオ・ビレイラ49分ゴールと、初ゴールですね。はい、じゃあ早速、この試合の注目選手、まあもちろんファビオ・ビレイラというところで、ファビオ・ビレイラなんですけども、出場時間89分、ゴール1でございます。ボールタッチ数52、パス成功率は 81%、キーパス1投しております。で、枠内シュート1、シュート数1で、1得点決めております。で、1対1の勝利数は、地上戦勝利数は、6分の2で、そして空中戦は、1分の0というところで、ボールロスト13、ファール1ですね、タックル1、ドリブルで突破1となっております。非常にですね、この体が細身なんですけども、細身とは思えない、ちょっと体の、まあ、ボディコントロールが非常に優れた選手なんじゃないかなというふうに思います。で、今日初出場でしたけども、非常にプレミアに、まあ、適応できているんじゃないかと、いい動きしております。で、ポジションが、インサイドハーフですかね、あと右サイドハーフ務めておりますけどもね、ここが、まあ、ウデゴールやら、スミスローなどね、競争していくんじゃないかなというふうに思っております。で、十分に戦える実力は持っているというふうに思いますね。はい。で、あともう一つなんですけど、ね、